空の彼方にある星を目指して。はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回は、番外編といたしまして、ウクレレのレビューですね、カラーの KASLNG というソプラノのロングネック。どういうことかと言いますと、ボディがソプラノサイズなんですね。これソプラノウクレレなんですけど、ボディがソプラノウクレレでちょっと違いますよね。見えますか？ネックが長いんです。こうやると分かりますかね。はい、ネックが長いですね。弦の長さが長いんです。何かと言いますと、このソプラノボディにコンサートサイズのネックが取り付けてあります。だからボディはコンサートのウクレレよりも小さいですね。見えますかね。小さくて、長いネックがついております。そうすると何がいいかと言いますと、コンサートサイズになりますと、ソプラノよりも弦の長さが長くて、サスティーンが長いんですね。サスティーンというのは弾いてからボーンって伸びる音が長いで、このフレットっていうんですけども、この幅が広いので、ソプラノよりも、男性でも指が太いこの BJ でも弾きやすいということになっております。で、ソプラノからコンサートになりますと、ボディが大きいので、どうしても響きが、このねコロコロした音からちょっと離れてくるっていうのもあるんですけど、このソプラノの独特のこのちっちゃなボディから出るウクレレらしい音、それがするんですね。はい、こんな感じなんですけども、ソプラノっぽいような響き、に長いネックがついている、ソプラノロングネックというモデルですね。これはあの全てマホガニの合板ということになっておりまして、一枚板ではないです。それから、艶のある塗装ですね。最近のウクレレというのはこういう風な感じでマッドな感じなんですけども、ツヤがない感じですね、なんかニス的なものは塗ってあるんですけども、光るほど、磨きはかかってないんですけども、このカラーのウクレレは分かりますか、すごくキラキラと、普通のアコースティックギターなんか、まあこういう作りですね、なんですけども、キラキラと光っております。非常にネックからヘッドからボディから全体的がこう見えますか、キラ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 として非常に綺麗なんですね。で、ギア式のペグがついておりまして、これも精度も割と悪くないですよ。で、だいたいウクレレを買いますと、楽器屋さんの場合は楽器屋さんで調整してくれてあるんですけど、弦高ですね、弦の高さ、弦の高さと書いて弦高と読むんですけども、だいたい調整してます。 BJ の持ってる他の中華産ウクレレ、インドネシア産ウクレレなど、この辺は、Amazon で買うんですけども、 Amazon で買うとだいたい弦高はちょっといじった方がいいですね。それがこのカラーのウクレレの場合はぴったりでしたね。弦高もぴったりですし、オクターブも悪くない、フレット音痴でもない感じですね。これはまだあの非常に、それで、もともとはアクイラの、ナイルガットの弦が貼ってあったんですけども、 BJ は一番好きなのが、ワースの、フロロカーボン弦 CM というタイプなんですけども、そのフロロカーボン弦を貼りました。そうするとこんな、なんともこの音が非常に好きなんですね。はい、ではなんか弾き込んでいくとどんどんいい音になるんじゃないかなというような
楽器であります。このカラーというメーカー、今アメリカの方ではなんかそのネットで書いてあったんですけど、アメリカの方では、お安いウクレレの中で人気ナンバーワンということで、中国産の割にはしっかりとした作りになっておりまして、本当にボンドのはみ出てるのもなく、安いウクレレってだいたいボンドがはみ出てたりね、ここのフレットが処理が悪くて指が引っかかって痛いとかっていうのもなく、非常にいい感じです。それから、割とですねこれいい感じのウクレレケースがついておりました。他のお安いウクレレに比べたらちょっとこうスポンジが入ってたりとかですね、チャックが気持ちいい感じにスッと閉まる感じですね。で小物も入れられますし、この辺のところもなんか一手間かかってる感じです。で、すごいのが背中に背負えるとリックになるというこの2本ついておりまして、まああの BJ ぐらい大きい人がやるとなんか変な感じになるでしょうけど、女性の方とかねこれずっと広げて、背中に背負っていただくとわりかしね、しっかりしたケースがついておりまして、でただ BJ が買ってから2ヶ月ぐらいですけど、もう2000円ぐらい値段が上がってます。これも気になるなっていう方、早めに、購入されるのがいいかと思います。値段どんどん上がっていきそうな気配ですね。カラーというメーカーですね、ソプラノロングネック KA の SLNG というソプラノの、ロングネックマホガニーボディのモデルです。あなたのラインナップに加えてみてはいかがでしょうか。以上、BJ のウクレレ講座番外編で、ウクレレのレビューをお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。誰も見てない夜に二人で散歩する、月の影が寄り添って揺れる、君の鼓動が少し聞こえた気がして、いつもよりも近くに感じた。手を伸ばしたら届きそうな月が出てるよ。このシチュエーションにグッとくる言葉が見つからない。